お、あ、すごい意外にも物理的な壊し方やね。炎で溶かすとかじゃないんやね。おっそすー、百英雄伝ライジング、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ前回の続きやっていきます。相変わらずサイドクエストなるものは大量にあるんですけれども、メインクエストは次は雪山の氷を破壊しに行こうっていうことなんですけれども、うん、ちょっとね前回に引き続きサイドクエスト多分いっぱい消化できると思うんで、まずは採掘場でございます。ここで多分対象になってるクエストがいっぱいあると思うんやけど、鉄鉱石とか銅鉱石とかいっぱい取ってこいと言われております。はい、はいはい、チューン。で、いい医者も仲間なったからね。この水晶でもわあ破壊できるねもはや何でもありな感じがしてきたね。もっとでもよし、何発も撃てるようになりたいな。はいはいガルーがちょっと弱い気がする。いい医者が便利すぎて、はっはっ、ああガルーちゃんちょっと動きが遅いですよ。でこれはさすがにまだあれなんか、またなんかルーンを用意せなあかんから、あそこはまだいけへんやね。とりあえず採掘場で鉄鉱石とか、あとは銅鉱石も取らなあかんっていう話だったよね。こっちじゃないで、いけるけど銅鉱石なんやったら鉄鉱石まだ取らなあかんし、いきましょう。はい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 、あ、そんなところに出ることもあるのね。瞬間移動の癖がすごい。で徐々に徐々にねできることも増えていってるから結構面白いですよ。三段ジャンプとかもし覚えるんやったらほんまに会いたい、早く覚えてほしいんやけどな。大体銅鉱石ってどこにあったっけな、なんか前見たんやけどな。これはお銅鉱石や。オッケーオッケー、罠仕掛けて、あとはじゃあこっちじゃない、鉄鉱石をまだあともう3個ぐらい取らなあかんやね。よし、それだけちょっと集めつつレベルを上げつつ採掘場探索でございます。はっ、リンカダック、はいはいはい、いい車がいい感じやからね。よし、これでちょっと右の方も探索しようじゃないの。石ころってどんぐらいあんやろうな、まあ、言うて一回戻ってもう一回入ってきたら鉱石湧いてるからその方法でも構わんやけどね。終わんな、はい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 、あ、そういう移動の仕方もあんにゃ。なるほど、ほっ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 
はい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 難しい。そろそろまたでもメインクエストも進めてボス的なやつも会いたいよね。普通に冒険者出てきてるけど特に喋ったりとかはできひんやもんな。ほっ、うんうん。ただあの雪山のところ敵めっちゃ強かったからそこがちょっと厄介なのよね。だから経験値のもらえるこのサブクエストを今なるべくやっときたいのよね。意外とこれでレベル上がるから。はい、今で鉄鉱石、あ、もう集まってるね。よし、じゃあこの奥のファストトラベルポイントで戻る。おーおーおーおお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 お。罠は張ってる時間で捕まったりすんのかな。お、実績解除、初めて行けましたよ。よし、これで達成はできてんだが、誰が依頼したかっていうのがもう全然分からへんのよ。一回寝て、あはん、あのおばちゃんは、あ、オッケー、こいつは、あ、獣肉のオッケースタンプ。これでもまたゴールドが溜まるようになるまでめちゃめちゃあるで。あと何十回こんな感じのことをせなあかんやろ。はーい、鉄鉱石取ってきたよ。あはん、超お使いゲームやけど、なんか新しく鍛冶屋で強化するよりもまずはこっちなのよな。うんふん、あれ、こいつまた依頼か。ああ、何、大森林で軽い木材持ってた。ああ、たまにこういうのあるから助かります。アイスタンプで、タンタカタンタカあのおじさん有能すぎるわ。オッケー、めっちゃ経験値もらえる。これで、あーでもイエティのヒゲとか高純度鉄鉱石とかまだ見ぬ、そういういろんな素材がまだあるってことだよね。また依頼受けましたよ。盗賊のマント、うん、これ買うとジャンプ中のステップ移動、チャージジャンプ、まずはジャンプ中ステップ。あ、こっちもお金返す余裕あるから買っといてあげる。 OK、 ガルーはジャンプボタン長押しでパワーを貯めてから大きくジャンプ。あ、そういうことか、チャージジャンプって。てっきりあのため攻撃をなんかやるんかと思ったらそういうわけじゃないのね。ジャンプがジャンプの距離が増えんのか。ほなこれでいけてなかったところがいけるんじゃないか。ファストで巨木の森やね。でまたあの木を倒さなあかんやろうけど、毎度毎度ホロープラントさんご苦労様です。
はいはいはい。それ。それ。さすさす。さささささ。わーす。ガー。よし、一ターンでいけた。一ターンでいければ全然いいですよ。で、ジャンプジャンプステップ。ああ、めっちゃいけるやん。むしろこれで、はっ、いけへんのかい。これでいけそうな気がするもんやけど。ってことは、ガルーで、チャージ、ジャンプ。え、そんな飛べへんやん。これ普通のジャンプ。ん？これチャージジャンプ。これ普通のジャンプ。もっとためなあかん？いや、これでへんのかい。あかんやん。はっは。みんないけへん。まだあかんのか、じゃあここ。やっ、キャッキャッ。くっそ。ここじゃなかったみたいです。なんで一旦じゃあ戻るでいい。でクエスト、盗賊のマントがどこにあるのかがちょっと想像がつかんやけど、採掘場で鉄鉱石はスカーシュか。で、こいつは誰？ジャッシュ。ってことはまだ、よそ者2番街とかに誰かおるやろ。とりあえずスカーシュ。どうも。はは、しょうもなってなってきた気がするんやけど。ありがとう。ありがとう。罠捕獲率、採掘量アップ、ドロップ個数アップ、いいね。欲張りのペンダント。成長は経験値か。希少のペンダント。欲張り。で、お金がないんか？依頼したけど購入ができなかった。こうなると、あ、いや違う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 。いい社がいるから、あ、欲張りペンダント持ってるじゃん。よし、とりあえずじゃあこれで。あとは、レベル2にはまだできない。宝冠はなんかええもん。銅鉱石、とりあえずスタンプ貯めてったらまたいろいろ交換してもらえるってことだよね。メンズ工房は銀鉱石がない。ルーンや氷のルーンも素材が足りない。で、おっさんに鉄鉱石。なんかいろいろ喋ってるけど、スタンプもらいました。OK。で、メニュー増えました。毛皮と氷魔法の残光。じゃあ行くか。行こうぜ。ゴーレムの、あ、こっちからじゃ行けへんのかな。ここじゃないんか。あくまで農場メインヒルから行かなあかんのかな。ちょっと
メインクエストも進めてみますよ。あ、いける。よし、帰ってきました。雪山でございます。敵が強いのでお気をつけて。はいはい。あ、いいじゃん、遠距離攻撃できるから。あ、有能あ、これは有能です。あ、素晴らしい。はいはいはい。しかもワンパンであいつ倒せるやん。うん、強っ。他が弱いぞ。さあ、危な。さあ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 、うわあいや、いい車だけでいいわ。あ、あ、はい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 、こんな野郎。はいはいはい、うん、こっち。あ、いいね、ジャンプ中のやっぱうい、あれができると攻撃のパターンが増えるぞ。で、はっ、さっさっさっ、危ない。あ、凍ってもうた、やってもうた。やめてあげて、やめてあげて。ちょっと避けるの難しいな。いいじゃん、上避けタイプやから。はあ、はあ、はあ、すす、いや、危ない。あ、じゃあ当たる。あ、やめて杖はやっぱ、うん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 、はあ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 、はいはいはい。結構減ります、やっぱこの氷苦手やわ。こいつをなんかうまくあしらう方法ないんかな。はい、はい、はいはいはい。うん、氷の蜜とか手に入れてはいるけど、やな。で、来ましたよ、お氷。溶かせますか。ちょいちょい大工頼むよ。二人とも下がっていろ。お、あ、すごい意外にも物理的な壊し方やね。炎で溶かすとかじゃないんやね。あ、あの人まだ踊ってる。父様、え、マジ、お父さんダンサーやった。父様、え、いや、もうちょっと追いかけようよ。あれが行方不明の蝶々、見間違いじゃねえのか。間違いない、あんなダンスは見たことがないが、父様だ見たことなかった。蝶々が率いていた探索隊が3ヶ月も前に壊滅したんじゃなかった。そうだ、じゃあなんで生きてる。ガル、様子もおかしいぞ。どう見ても尋常じゃねえ。なぜ大事な娘の呼びかけを無視する。どうして町へ戻らず一人でほっつき歩いてんだ。わからない。わからないが、父を捕まえて問いたらせばわかるだろう。お願い、力を貸して。たった一人の家族なんだ。でも、魔法が生まれつき使えるイーシャのことを思うと、どうなんかな。なんか訳ありは訳ありっぽいけど。親父様、追いかけましょう。新しいエリアに入っていくわけですね。蝶々を追え。ダンサー親父か。マップがまたこれ、上と、ダンサーはさすがに飛べへんか？お、新しいやつ。ガードしてる。魔法しか入らへん系か。氷魔法の残酷、あ、手に入れた。一気に手に入る素材が変わったな。痛い。とりあえず上からじゃあ行ってみようか。
うん、慎重に。こいつは壊して、うん、当たらない。オッケー、これ乗れないね。うん、結構広そうやね、マップ。パカッとポーション。え、うわー、なんか新しいのー。ういっす、ういっす。はっはっはっは。ちょっと、いやー、凍らせてくる。それはマジ。うい、あぶね。はいはいはい、遠距離から、はいはいはい。よし、よしよしよし、あぶね。あれがイエティか、強かった。お、面拾ありますぜ。移動していいの？うわ、またこれ。え、これ。え？ずらすわけじゃないよね。ってことは、どっか一個が、つながれば、あんほん。そういうことです。え？どこここ？道しるべあるけど、遺跡のどっか変なところに飛んだっぽいな。で、雷系が遺跡には多いんやんな。たた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 た。はい。あ、お前出てくんの。これ、さっきの雪山にいたやつとはまた別なんかな。ちょっと何か素材が手に入ってからじゃないと判断ができないね。はいはいはい。一気に難しくなってきたな。ははは。OK。超超ワイ。お宝しかないんかい。しかもヒールポーションかい。ははは。来ないで。はいはいはい。あ、新しい素材ちゃう？青水晶。一応新しいやつやね。うわー、なんじゃこいつ。いやいや、ちょはい、はいはい。うわー、ガードしてくる。やめてー、やばい、死んじゃう。ヒールポーション、火力ちょっと上げて。スンスンスン。あ、ガードか。いや、危な。は、後ろは、あ、後ろもあかんの。じゃあこいつしか。後ろ行って、あ、入る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 。よし、もう勝った。あい、あれ、ちょっと時間さ。鎧のかけら、あ、ちょちょちょん。へえ、あ、いやいやいや、やばい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 。で、あっ、雷ビリビリなったら、そや、メンバーチェンジができひんや。メンバーチェンジができないという変わったステータス異常。ああ、ここもまた上と下に分かれてるな。山菜を入手。今です。クソ、おら、今じゃ。どうじゃ、強なってきたよ。何今の。ガタ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 ってなった。蝶々全然おらんけど。うわー、なんじゃこいつ、レベル25。
900。こっちじゃない、こっちじゃないことが分かった。いい社やられてない、あ、いい社やられてるっぽい。メンバーチェンジできなくなった、そういうことか。回復すると、あ、買われた。はあ、ちょっと待って、痛い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 、攻撃範囲広い。蝶々どこ行ったん、こっちで合ってます。はいはいはい、やっぱ蝶々踊ってたから。痛い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 、あ、しかも戻らされた。蝶々ダンスしてたから多分いいよ。あそこやっぱ飛べへんかったやな、上ルートじゃなかったっぽいな。敵はいるけど、おいおい、青水晶とかは手に入るけど、マジでちょっと敵やばい、急にちょっと強くなりすぎちゃいます。香りだけ罠仕掛けて、これまた壊せなくて、ん、青水晶であれを壊すルーンが作れんやったっけ。何で作れるんか忘れてもうたな。はっ、うわー、届くか、いい日、ふん。あ、こんだけリンクアタック頑張ってなんとかやもんな。いけ、おいった、いけるもんなんですね、いけへんと思ってた。はあ、はあ、とりあえずさっきのレベル20何本みたいなのが出てこない限りは進んで大丈夫そうかな。こっちに繋がる罠張って、あー、ここに帰ってくるのか、なるほど。これいい車やったらワンチャンこの範囲から一生、いや無理や、登っていたわ。あ、でも頑張れば、はっ、ひー、くそ、さあ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 、うー、あっち行け、あっち行け、おら、ういうい、あ、いけるわ、頑張れ。お前ならいける、よし、よっしゃー、バカ野郎がまだ行くぜ。ゴーレムの破片、結局回ってきただけだったね。でもいやいや、まだ私レベル18なんですけどね、いけましたわ。銅鉱石があるだけ、あ、必ずしも敵を倒さなくてもいいよね。いっ、いい、連打連打になってきたで。パッ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 、遺跡の、あー、結構なんかいろいろいけるな。雪山戻ることもできるやん。遺跡と雪山は共通なんか？あ、意外にもこっちで合ってた。意外にも正解やった。父様。私です。いい車です。託車、点々。迎えに行きました。ああ、もうわからへん。
何を言って、お、あら、召喚、お父さん、ルーンゴーレム、間違いない。四本足の巨体、探索隊の行き止まりが言ってた通り。あ、これ危ねえ、下がれお前ら。あかん、いける、こいつが町のみんなを見たか今の。マドーレンズ、お、大物だ。テンション上がったろ。わあ、マジか。はいはいはい、イエスイエスイエス、いいよ。ほいほいほい、レベル20か。うーだいだい、ちょっと慎重に。で、魔導カバンにあれアイテムを入れときたいんやけど、持ってないのか俺以外にも。あんまりそれはまずい。あ、よけろ、よけてー、はいはいはい、ほいほいほい、よしよしよし。あ、全然いけそう、いけそうというと食らうやつ。はい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 、いいよ、うんうんうん、頑張れ、お前ならいけるもの。最後リンクアタック失敗したけど、いけました。マドレンズを手に入れたぞ。今度のはどうだ、かなりの大物だったろ。あ、これでじゃあ雷のあれかな、黄緑色の変なところ通れるようになるんかな。前の親父どんだけでかいんだ。大丈夫、明らかにお父さんおかしかったね。また消えてしまった。私のことがわからないはずないのに。どうして、捕まえて聞けばいいよ。今回はルーンゴーレムに邪魔されたけど、次は必ず捕まえよう。できるだろうか。ポジティブ対ネガティブ。医者にはまだ行ってなかったよね。私がニューネバーに来た理由。なんだ、当然宝探しじゃないのか。ただの宝探しじゃない、我が一族の成人の儀を成し遂げるための宝探し。ああ、一族は先代が成人の儀で見つけた宝よりすごい宝を手に入れるまで帰れないしきたり、15歳で家を出されたら旅の途中で何があっても宝を見つけまでの家に戻ることは許されないんです。聞けば聞くほど土地狂った一族だろ、やがましい。我が一族に探し出せない宝はない。医者のおじさんも必ず私が見つけ出してやる、心配しなくて大丈夫。宝、確かに父様は私の宝、そういう感じ。私はこの髪の色とレンズがなくても魔法が使える。そのせいで小さい頃から町のみんなに気味悪がられていた。あ、髪の色とレンズがなくても魔法が使えるってことね。でも父様だけはいつも私の味方だった。お前の力はこの土地から授かった祝福だと。卑屈になるな、堂々と胸を張れ。いい親父さんじゃねえか、自慢の父、かけがえのない私の宝。そこで二人に頼みがあります。私を二人の宝探しに同行させてくれ、自分の宝は自分で見つけたいんだ。大丈夫、町長代行、町はどうするんですか。あんなに固くなり断ってたのに。ガキのお守りは一人も二人も一緒だろ。おあん、あおん。やめろ、二人ともありがとう。こんな仲間のなり方なんですね。あ、そうだ、このマドレンズ医者にあげる。おー、マドレンズはメンバー固定で徐々に使えるようになってくるってことか。次は医者ってことね。ありがたく使わせてもらおう。お互いの宝を目指して改めて出発だ。医者の魔導レンズ、医者の使う魔法攻撃は装備したルーンによって属性だけでなく発射する弾、そうなんや、それまた面白いね。単純に追尾弾的な感じになればそれで嬉しいんですけど、とりあえず今はでも
ルーンが土のルーンしかないから、これをん土のルーンレベル2は持ってないもんな。これ外せる？外せない。なぜ？あ、アリアン外すってこうか。で2は持ってないのよな俺。こうするとどうなる？めっちゃ変わった。これ嫌やわ。これめっちゃ使いにくいわ。まだ別のやつ手に入れたら検討しよう。ものすげえ土やったな。土っていうか岩やったな。これでなんかある。新手のルーンゴーレムか。あ、朽ち果ててる感じ。朽ちかけているようだ。ルーンゴーレムだとしてももはや動くまい。ラピュタですね。ん、完全に死んでるみてる。あそこにも何かある。あ、何かの装置みたいだけどよく見えない。ん、肩車してしょうがねえな。ほらよ、それ肩車な。なんか思ってたのと違うけど、しんどないそれ。ほとんどあのサボテンとか組体操でやるときの高さと変わらんから、太ももに乗せた方が楽じゃない。あ、やっぱりレンズをはめるくぼみがある。メンヒルと同じ。これもレンズ仕掛けの装置。ダメだ、メンヒルの窓レンズははまらない。他の窓レンズ挿して。俺はお前のお手伝い妖精か何かか。いいねその例えツッコミ。いくら魔法のポケットでも何でもかんでも都合よく出てくるわけじゃねえぞ。ドラえもんでもこんな装置の話は聞いたことねえし、森に見つけたやつ以外持ってねえよ。おい、四次元ポケットないものは仕方がない。あの装置にはまりそうな魔導レンズを見つけたらまたここへ戻ってくればいいだろう。ひとまず先へ進もう。あ、そう、進むのね、戻るんじゃなくて。あはん、でまたメンヒルですね。わあ。ははは、何パターンもあるんかなこれ生き方。こうこう、あ、意外にも、あ、意外にも。こう、あ、こう、ごえ。ちょっと時間かかりました。雪山の中腹に行くやん。あそこ全然行ってなかったのに。ちょっと進んでもうたね。うん、こわ、うわー、なんか可愛いのいる。レベルめっちゃ強なってる。敵可愛い。小さな、あ、毛皮手に入ったわ。めっちゃかわいそう。じゃあ毛皮手に入ってんやったらめっちゃかわいそう。はっはっ、やたら上飛んだな今。おお、そういうギミック。うん、あ、上に行かなあかんのかなこれ。いや、そういうわけでもないのか。スンスン。ただこっちも行けるっぽいよね。はっはっ、よいしょ。痛い。うん、こっち行け。おお、行ける。なるほど、じゃあ上ルートです。はっ、とりあえず中腹って言ってるってことは上
雪山を登ってってるってことでいいよな。じゃあ、うん、長いな。よし、ちょっと、あっちか。はっはっはっ、いける。ナイス、敵が多い。あー、なんかリングアタックしたらいっぱい。あ、ちょっと、それはない。今のはひどい。いた、リングアタックのせいでも落ちてもうたやんけ。はい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 、やめて。こら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 、うん、うんうん、うつ。まだもっとうまくリングアタックできるようにならなあかんな。くそ、上行けなかったぜ。お前は遠距離。一回でもあれやな、適当に進んだら町に戻ってまた手に入った素材でいろいろ強化せんと大変そうやな。はっ、まあでも移動がいろいろね、パターン増えてできるようになってきたから、ほっほっ、ちょっと今後も楽しみですよ。さっさ、一旦ここは下降りの、この氷はいい車で壊せる。痛い、いつらら、ちょっとボッコボコ、やめてやめて、リンクアタックさせて。はあ、リングアタックほんま無限にできるとありがたいんやけどな。欲張りペンダント、欲張りペンダントは力の指輪よりこっちの方が、あ、個数が増えるからええでしょう。あっ、さっ、つらら、当たる。むずい、むずいね。あ、おいで。あ、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 レベル20の敵の数字の横に上向きの矢印ついてるってことは、やっぱちょっと敵が強いってことなんかな。道しるべ。ちなみにこれ、マッチに戻れんのかな。中腹まで来たけど一旦戻ったりとかできる。農場メンヒル、あ、戻ってこれるわ。オッケー、ならちょっと結構進めたし、一回これでなんか増えてそう。暇そうな人を探すとかあるで。ちょっと一旦ではまたブラッと歩いてみようか。いやー、なかなかに雪山大変やったわ。まだまだいろいろ行かなあかんやろうけど。俺は秋、実は俺も冒険者としてここに来たんだけど、盗賊に装備を奪われて、うん、材料ね、金属製の材料で CJ がいいと思った材料。採掘場で大きな鉄鉱石1個しか持ってないわ。あら、5段階まで攻撃と、あ、そういえばデスデス CJ のだけ俺レベル上げたんやったな。そうじゃなかったっけ、確か上攻撃と下攻撃できるようになってたね。忘れたわ。ただーん、大きな鉄鉱石、あれ今使ったんか。あはん、
攻撃ボタン長押し、パワーを貯めてから強力な魔法攻撃。ええやん、こういうのがもっと欲しいやん。高純度鉄鉱石はまだ手に入らへんけど、もう一段階ガルーノはレベル上げれそうやね。氷魔法の残光が手に入れば自由なワープ移動が可能。欲しいけどまだ手に入らん。それでじゃあ他の、あーここもでも残光が手に入ればまたレベル上げれるぞ。氷のルーン、お金さえあれば。火属性の力を持つ敵に有利。あ、土のルーンって氷など水属性の力を持つ敵に有利。氷にも強なんのか、水だけじゃなくて。ポケモンとちょっと全然違う感じやから分かりにくいんやけど。でまたなんか依頼持ってた。前のはそのままあげる。よく分からんけど、んげちゅ、もうちょっとお金欲しいな。でレンズ工房レベル2の、あレベル2に上げなあかんのか。なるほどね。お金といろいろまたいるから、結構やっぱちゃんと住民クエストも定期的にやっていかんと上がんねえこれ。結構大事やわ住民クエスト。なんかいいの欲しいな。ランクが高い石材と鉄鉱石。買えるから。どこか。よし。で、てん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 。誰が何つけてんのかちょっとわけわからなくなってきたな。よし、火力上げるとかよりも基本いいアイテムが多めに手に入るようにいろいろやってるわ。で魔導街はどこやったっけ。何をすればいいんやったっけな。魔導街は来てたな。間違ったわ。お金さえあれば氷のルーンが作れるけど、火属性に強くなるだけやったら別に今はいらんよね。今はどっちかっていうと氷倒しに行かなあかんからな。これの依頼人みんなどこにいんやろうな。依頼をまだ受けてないぞ俺は。あいた、タンビ。ねえねえお姉ちゃん、鳥さんと仲いいよね。お手紙渡してくれない？行ってこいや自分でこんなん多いね。一日終えてやる。翌日に渡してやる。こっちの方に依頼人はめっちゃいるなんじゃこんおばあちゃん、怒ってるね。あんたのそんなハレンチな服装孫には見せられないよ。ハレンチ、まあ確かにな、ハレンチというよりはこんな薄着で雪山へ行くぐらいやからな。サリタからジビステーキを入手。ちょっと多いなここマジで。急に
包丁取ってきて、なんなんこいつら。あ、肉、脂の乗った肉。ああ、なんかでもすでに持ってるやつとかではいけへんな。釣りか。釣りはすごく大きな魚、レベルがまだ足りてないんじゃない。みんな私のことを星を見る乙女ターラー。はあ、私のトレードマークと言うべき遠眼鏡が奪われた。よく分からんけど、採掘場とか行ったらあるのねすごいエリアやなおじいおばあ大量。あー、オッケー。とりあえずちょっと一旦依頼受けましたが、この辺のサイドクエストをクリアは、あ、また次回いろいろ頑張っていこうかなまだまだやることいっぱいありそうです。ということで、また次回。それではまた、よろしくどうぞ。